亭昇一です。出町柳に着きました。着きましたね。はい、今から、出町双葉さん、双葉豆大福しばらくの神さんが欲しくって、この間ね時間がなくて買えなかったね。人気なんですよ、並んでるんで、並んで、あそこのほら自転車屋さん、あそこで前あの自転車借りてサイクリングしたのよ。あ、言ってましたね。さざーっと鴨川沿いに行って、高台寺、それから、はい、清水寺、あ、全部自転車で回る。あ、それで正午も一緒だったから、あいつ幕末好きなんだよね、はいはい、あ、そうですね。だから、はい、高いところの坂本龍馬と中岡慎太郎のお墓まで行って、こっちは熱中症にかかっちゃってさ、言ってましたね。本当で具合悪いのに車の中で3人でね、おっぱいの歌歌ってんだよ、もう切れちゃって切れちゃう。ポケやら俺の具合悪いの分かんないのかっつって。京都で何回か切れてますね。もう切れる切れる京都、切れる。あら、これ何、これはまた違うな。これバスじゃないですか。バスじゃない。面白いね。これ全然あれ、これ比叡山じゃないね。いや、この辺はね、この奥が、あいつの寮だったのよ。誰ですか？空港の。ああ、そうですか。それでもう随分とね、はい、遊んでたらしいよ。ブイブイ言わせてったらしい。信号渡っちゃいますか？信号渡りましょう。はい。ああ、信号なんて久しぶりだね。どういうこと？カッコ、これカッコじゃないよね。ちょっと、それ、危ない。点滅してる。あ、川が見えてきましたね。これほら、見て、さっき言った通り。はい。ワンちゃん、ワンちゃん。高野川。これ小一、小一、どんどん行かないで。高野川と鴨川が合流して鴨川になるのよ。これ忠須の森ってね、下鴨神社がどっか そっちにあるんだよね。聞いてる？下鴨神社。そうだよ。ねえ、あれほら、あれがほら。忠須の森、鴨川デルタ。違うよ、違う。あんた何言ってて、これはただの中洲だよ。あそこだよ。あそこですか。だからその向こうにまた川橋渡るんでしょ。はい、もう一本橋渡って今度は鴨川なのよ、はい、鴨川の鴨が違うの。加える茂る。あ、はい。え、鴨川って桑江やる茂るだっけ。年賀状の賀じゃないよね。茂るです。いや、茂るは分かってんね。か、か、桑江です。桑江、あ、これここね、これドキュメント72時間でやってたんだよ。いや、今までやった中のほら、忠須の森、これ読めるあんた、忠須って。ああ、こんな字書くんですね、うん、これ振り仮名なきゃ読めない。境内なんだね、下鴨神社のね。読めないですね。ねえ、勉強になるね。これが鴨川、二つの川が合流してるんだよ。家庭裁判所も 200m。 家庭裁判所なんか行かないよな、二人とも家庭がないんだから。じゃあちょっと撮っとくね。ここは歩行者優先だから。ほら、ここ。ほら。鴨川ですかね。ね、茂るだね。はい。ねえ。ほら、いいわ。
あ、そう、こう、うん、その NHK の、はいはい、72時間で、たこはずっとね、72時間取材してて、うーん、学生がもう毎日ここ来てんだって。あ、へえ、なんか今も、なんかちょっと、いますね、うん、夏だったから、はい、みんなでここでね、あの花火したりやったりしてたんですよ。その学生さんが、友達もあんまりいなくて、いないんすよ、ここへ来て、ここへ来た時間を毎日測ってだいぶ寂しいことしてますでもその人は武術団で、はい、大学行き直して、はい、どこ行ったって言ったかな、違うとこ行ったって。いやー、これはね、オリンピックのカモリ、この上流でね、やっぱり飛び石があって、うん、えっちゃんがね、うん、一緒かな、楽しみのえっちゃん飛び石で幼馴染同士が抱き合うってあれやったの。しばらくと俺と二人で、うん、だから後ろにいた女の子がびっくりしてたそれは急にそんなこと、これはあの、この風景はまた前のやつを振り返ってみてください。あ、前それも撮ってある。そう、人たちがバカ受けしてる。いや、後ろでリアクションしてた女の子もうなんかね、あ、魚すく網持っててね、見て興奮しちゃった。もうちょっとさっき向こうが工事の俺が大好き。あ、ほらあら、いやー、やっぱもう遠目からでも並んでるのが、あんた違うじゃないの、鴨川の川、やっぱり下に貝がつくじゃん。本当だ、本当じゃないよ、あんたいい加減なこと言って。どっちから行けばいいの、どっち並んでる、どっち方向に並んでるかはちょっとここからじゃ見えないです。目が取れてるな、これ裸眼あの入ってないんで動画。もうちょっと近く、どっちしろ信号渡らなきゃ、うん、あれなんで。あそこあるかね、めちゃくちゃ並んでますね。ちょっとお店がどこにあるかわかんないね。むずいっすね。あのなんか白い張り紙みたいなのしてある。ああ、そこか、あそこだと思います。いやでもこのぐらいだったらなんとか行けそうなんじゃない。え、でもすぐ分かる、ね、ここ並んでませんね。あそこだな、ケツは。ケツ、ああ、じゃあ今日はまだ少ない方だ。もっと並んでるんですか。もう絶望的な、今日はまあ単発の休みだからね。あ、でもちょっと待てよ、さっきこっち向かってたし、みんなここ来てんだよ。どんどんこれ渡って、こう渡った方がいいんで、これ渡った方がいいです。え、そう、こっちあるんだから。いや、だいぶ向こうになる、行けるか、そこにあるじゃん。あんた、いや、見えなかったから。いい加減なこと言って、あんたもあるよ。いや、暇だからちょっと、あ、変わったか、変わりました。こっち出します。会の宣伝したいと。貝の宣伝を、貝の宣伝だからね、信号ね、渡って早く渡るというのも気遣いなんだよ、はい、車曲がれないんだ。なんでこれ法律変えないのかね、歩行者だけどうぞ、車どうぞって。もうちょっと青だからずっと待ってて 2,3 台しか行けないよね、はい、難しいです。あ、すごいな、これ待ってる間の商売でこうやってね、ほら屋台が出てんだよ、すごいね。あれ、どういう措置だ、え、こうなってるんですか。そこがケツですえ、どこがケツなの。ここじゃない、あ、ここか。じゃあちょっと こう借りて、はい、2月の25日、2月25日、
牧亭、向島牧亭の落語会があります。独演会、独演会で空寺と二席ずつ、はい、土曜日ですので皆さんお越しいただいて、はい、それから来る日26日、はい、2月の26日の日曜日は、はい、吉原、花の吉原の落語会がありまして、はい、吉原話の会、はい、あんまり俺吉原の話やらないんだけど、まあ、ちょっとそれに関係のある話をやりたいと思います。今の吉原はもう本当に明るくなりまして、はい、名所戸籍もいっぱい、二階で柳だとかね、あのタモリクラブでやってたけど、あの道もねこうちょっとこう見えないように曲がってんのよ、はい、だからあと中江さんってみんなそこで精をつけるという蹴飛ばし屋さん、馬肉のお店もあるしね、はい、でまたと、帝さんってその、青年部長をやってる不破さんのところが寄席にでも建てたのよ。そこで落語会がありますので、詳細はツイッター、フェイスブックに載けておりますんで、僕てそれから吉原の会お願いします。あと、小料理屋焼きもちさんの落語会もあります。28日です、夜です。お料理を召し上がっていただいて落語を聞いていただこうという。秀一さん出たことある？焼きもち、うん、あーないです。ないの？あれなんかんそんなにでもねみんな出ないやつですね。あ、そうかね、はい、じゃあ一つ、いろいろ2月もありますが、今日は今日で楽しんで帰りたいと思います。今日は食べられそうだね。いけそうですね、うん、じゃあ出町柳、はい、北場さんからさよなら。車道より一列でお並びください。はい、もう意を決して、はい